はいえー、次はあの組織内成虫規制の四条虫類について、えー、話したいと思います。でまずはバンクロフト四条虫ですねで。このバンクロフト四条虫の分布は、この熱帯とか亜熱帯に分布している寄生虫ですで。日本にもかつてはあの分布していましたね。でえーまあ、人への感染というのは、蚊が媒介します。 赤い家か熱帯家か統合やぶあそういったかですね、えー、による媒介ですね。でこれはあの夜間定期出現性があ,、まあ、あるんですが、まあ、これらのあのっていうのはあの夜間吸血するあのかになりますね。でえっ、ー、とまあこのバンクロフト市場中のあの、まあ、幼虫のミクロフィラリアっていうのは、まあ、血液中にいるので、まあ、それは えとまあ、夜、あの血液中に出てきますので、えーまあ、これらの蚊がその吸血するということで、まあ、蚊の体内に、えーまあ、ミクロフィラリアが移動すると。で、えーまあ、こちら生活史ですが、えーとまあ、赤い蚊ですね、まあ、これがあのこの中にあのバンクロフト市場中のこの第3期幼虫ですね、感染型の幼虫がまあ体内にいますと。 で人を吸血すると、この第三期幼虫が人の体の中に入っていきますと。で、入っていくと、人の体の、まあ、リンパ組織に寄生して、まあ、成虫になりますと。で、まあ、そのリンパ組織で成虫になって、これもあの卵を産むわけじゃなくて、そのままあの幼虫のこのミクロフィラリアっていうのを産卵して、それがあの血液中に出てきます。で、卵体性ですね。 で、血液中に出てくるのが、まあ、このミクロフィラリアですね。で、バンクロフト市場中の場合はこのミクロフィラリアっていうのがあの夜間血液中に出てきますね。で、これはあの血液のギムザ染色を、まあ、した標本ですね。まあ、血中にこういうあの成虫です、ねえー、がまあ出現すると。で、えー、まあこのミクロフィラリア、まあ、この血液をあの蚊が吸血すると、このミクロフィラリアがあの蚊の 体内に入って第三期幼虫になって、えー、また別の人にまあ感染すると、まあ、こういうサイクルが回ってます。でこのバンクロフト市場中のまあ症状ですね。で、えー、まあ成虫があのリンパ組織にいるんですが、まあ、慢性期になると、寄、え、生、ー、している場所がこの鼠径部とか液化部、静作などのまあリンパ管とかリンパ節とか。 に寄生して、個体が増えていくと、徐々にそれらのあの管、リンパ節が閉塞をしていくということで、リンパの流れが悪くなるんですよね。それによって、陰の水腫とか、臓皮病、あと乳鼻尿をま停止しますと。臓皮病っていうのがまこちらの写真なんですが、こういうふうに価値がこういうふうに。 リンパ液の流れが悪くなって、まあ、リンパ液がたまって、こういうあの象の足のようなあの、まあ、病気、まあこ,うまあ、こういった足になってしまう、まあ、そういった病気です。でえー、まあ検査法ですが、まあ、これは血液の検体を使いますね。でえー、まあ夜間採血する必要がありますと。でえー、まあ夜間採血して、まあ、ミクロフィラリアが血液中に出てくるので、まあ、それを まあ、血液と抹標本を作って、まあ、ギムザ染色をすると。で、ミクロフィラリアがないかっていうのを、まあ、観察すると。で、まあ、治療法ですが、まあ、これはイベルメクチンっていうあの薬を使って、まあ、治療することができます。で、まあ、次はこのマレーシー蒸について解説します。